ーので3、はい、今日はマクドナルドさんの新発売ニューヨークバーガー食べてみたイエーイ。そんな坊主ないか。はい、今日はね、2月9日に発売された新商品のニューヨークバーガーを食べてみたいと思います。で、今回の新商品なんですけど、ニューヨークバーガーはこちらの2点です。まずこちら、グリル&バーガー、え、なんだっけ、グリルチキンバーガーソルト&レモン、オッケー。あ、もう暗記だけはほんまに苦手。この少しの暗記もマジで苦手。肉厚ビーフバーガーペッパー&チーズ、よし来たというね、こちらの2種類が新商品です。ちなみにフライドポテトも SML が販売しております。そしてそしてこちら、大好きな大好きなシャカシャカサラダ、フリフリサラダか。しっかりしてよ。じゃあサイドサラダや。なん、適当なこと言うなよ。マジ適当なこと言うな。サイドサラダや、普通にサイドサラダや、何がフリフリサラダやね。もうしばき回すぞ。言い過ぎ、それは言い過ぎ。ということでね、こちらのサイドサラダと、じゃじゃーん、こちらマクドナルドさんの商品ではありません。なんかあのパイ焼き屋さん寄ったらこれ売ってたから絶対合うんじゃないかと思い買いました。ということでね、何から食べようかな。レモンであっさりしてからペッパーチーズいこうかな。じゃあソルトレモンからいただきます。わお、え、開けた瞬間汁エグいんやけど、え、すごいこれ。え、ちょっと待って待って、先開けていい？ OK、 乾杯チーン、いただきまっちょ。おう、コカ・コーラって感じ。ということでいただきます。うん、うん、うん、まっ。チキンのハンバーガーってあんま食べたことないねんけど、うまいな。バリプリプリやねんけど、ニンニクとオニオンの香ばしさとかもするし、なんこれ、うん、ベーコンや、香ばしい原因ベーコンや、うまいわ。うん、おいしい。うまっ。香ばしく焼き上げてるからか、なんかすごい食感も、なんか肉がトゥルトゥルだけじゃなくて、ちょっとカリッとした食感もあんねんな。うん、うまい、これうまっ。次、肉厚ビーフバーガーいただきます。じゃんじゃがじゃーん、じゃじゃら、じゃんじゃがじゃーん。お、肉厚ビーフバーガーは普通のなんか、あのいつものハンバーガーチックな感じ。いただきます。うん、うん、えぐ。このオレンジ色のソースがさ、食べた瞬間さ、なんかもうプワーってきた。肉汁はじけた系の感じでさ、プワーってきたわ。うん、うん、まっ。 コーラってさ、めっちゃゲップ出るな。久々飲んだけど、めっちゃゲップ出るわ、コーラ。うん、ニューヨークってこんな感じなのかな。行ったことないからな、儲からんねんな。めっちゃカウカウに入ってるじゃん。なんかあったのかな。あ、あ、あ、うん、うん、あ、あ、なんやろな。大丈夫かな、カース。うまっ。ちょっとタード食べます。今日朝昼ご飯を全然食べてなくて、マジお腹空いてたから、
めっちゃ美味しく感じる余計。マクドのこれほんま好きなんやけど。オッケー。今日このマクドの商品買いに行った時に、自分がサラダをなんか頼んでることを忘れてて、一応最初にサラダを言ってサラダ頼んでること忘れててさ、ほんならマクドの店員さんがさ、なんかごまドレッシングとオニオンドレッシングどっちにしますかって言われて、そう、ごまドレッシングとオニオンドレッシング何に使うんだと思ってさ、え、あー、それって何に使いますかって言ったら、おゆり様がご注文したサラダですって言っていただいて、サラダのこと忘れてたのこんだけしか頼んでないのにサラダのドレッシングいることを忘れてたっていう、すごい優しい店員さんでね、面白かった。うん、まっ。マジさ、思うけどさ、これ作った人すごいよな。これさ、昔なんかなかったくない？なんか急にこういうの出てきたくない？パキッてっていつできたん？パキッて誕生、え、1986年にできてたん？パキッてって、あ、ディスペンパックって言うんや。1983年にアメリカでできたんや。これ知らなかった。そう、マクドナルドさんで2月16日から一口チュロスっていうのが販売されんねんけど、これマジうまそうやねんけど、絶対うまいと思うねんな。早く食べたい。一口チュロスやで。いや、このチキンほんま美味しいな。なんかな、レモンの味がさ、あっさりしててほんま美味しいよな。なんか女性向けなんかな。うん、うまっ。うん、良きだ。おいしい。久しぶりのジャンクフードは幸せやな。うん。今日はね、カラスの声が響き渡る日でした。そんな泣く？はい、ということでね、すごい美味しかったです。ソルト&レモンのハンバーガーが私的に好きでした。みんなはどっちが好きかな？ぜひ教えてください。ということで、せーのでさん、はい、ごちそうさまでした。ちゃんちゃん。いやー、お腹いっぱいです。美味しかったよー。ぜひみんなもマクドナルドに行ってみよう。いやー、チュロスほんま食べたい。チュロス出たら買いに行こう。バイバイ。